ルルの芸名で知られるルル・ケネディ・ケアーンズ・オ・ビー・イは、イギリス、スコットランド出身の歌手、作曲家、女優、テレビタレント。1960年代から現在まで、ショービジネスの第一線で活躍している。アメリカでは、1967年に公開された、ジェームズ・クラベル監督、シドニー・ポワチエ主演の映画、いつも心に太陽を、のバーバラペグ役と、 同盟の主題歌を歌ったことで有名。イギリスでは、デビュー曲、シャウト、ユーロビジョンソングコンテストのエントリー曲となった、恋のブンバガバ版などがよく知られている。出生名、メアリー・マクドナルド・マクローリン・ローリー。地元で肉屋を営む一家の長女として、グラスゴーのレノックスタウンで育つ。4歳で、エリザベス2世の体感記念祝賀行事に出席し、歌を披露する。 14歳の時から、地元のバンドザ・グレニゲルズにリードシンガーとして加入。グラスゴーやエジンバラのクラブに出演したほか、毎週日曜日の夜には、グラスゴーのディスコ、リンデラクラブのステージに上がるようになる。ここで、長きにわたって、ビジネスパートナーとなるマリオン・マッセイに発掘される。マッセイは、ローリーとバンドのマネージャーとなり、全員をロンドンに連れて行く。 マッセイはローリーにルルという芸名を与え、同時にバンドの名前もザ・ラバーズと改めさせた。コロンビアとの契約には失敗したが、間もなくデッカレコードと契約。1964年春、ルルザ・ラバーズとして、アイズ・レイ・ブラザーズのシャウトをカバーし15歳にしてプロデビュー。シャウトは UK チャートの7位まで上昇し、ルルはテレビ、 ラジオに引っ張りだこの人気アイドルとなる。1965年にはメロディメーカー史上でブリテン S モーストプロミッシングニューカマーインショービスネスに選ばれる。1966年にはザ・ラバーズから離れソロ歌手として完全に独立。ホリーズと共にポーランドで公演、イギリス人女性歌手として初めて東欧圏でライブを行った。同年、 ミッキー・モストのプロデュースを希望し、2年前に自分たちを落としたコロンビアに移籍。翌1967年4月には、ニール・ダイヤモンドのペンになる、ザ・ボート・ザ・ット・アイ・ローで、UK シングルチャートにカムバックする。モストのプロデュースでリリースした7枚のシングルはいずれも、チャートインした。1967年、映画初出演作となる、いつも心に太陽を、 が公開され、ルルが歌った主題歌は全米一位に輝いた。イギリス国内ではポップスターとして人気を博し、同年 BBC で音楽とコメディをフィーチャーした人気番組3 of A kind に出演したことをきっかけに、翌1968年から1975年まで彼女自身がパーソナリティを務めるテレビ番組を持つことになる。この頃には、 権威ある新聞各市場でベストドレッサーミスバレンタイン等様々な賞を受賞した。特にディスク誌のトップテレビアーティストニューミュージカルエキスプレス誌のザワールドトップフィメールシンガーオブザヤーが著名である。1969年3月、彼女は恋のブンバガバンを引っ提げイギリス代表としてユーロビジョンソングコンテストに出場。スペイン、オランダ、 フランスの各代表と最後まで激しく争ったが、見事優勝を勝ち取った。この数週間前には、BG's のモーリス・ギブと結婚。ハネムーンは、ルルのユーロビジョン出場のため延期された。1969年の大晦日、b b c 一の特番、ポップ号6 0 s に出演し、恋のブンバガ版を歌って1960年代を締めた。1970年、 大目大前でアメリカのヒットチャートのトップ32ランクイン。1972年 BBC の特番50 Years of Music にゲストの一人として出演。同年パレスシアターでクリスマスのパントマイム舞台ピーター・パンに主演した。1973年モーリスと離婚。多忙な二人のすれ違いとモーリスの深酒が原因であった。同年 モーキャンビーワイズ賞に出演し、オールザ・シングス・ユア・ハッピー・ハートを歌った。1974年には、ロジャームーア主演のボンド作品、007黄金銃を持つ男のメインテーマを担当。同年、デビット・ボーイの世界を売った男、ウォッチ・ザ・ト・マンをカバーレコーディング。ボーイ自身がプロデュース、サックスの演奏、バッキングボーカルを買って出た。 1976年の大晦日にはエリザベス2世の体感25周年を記念して放送された BBC1 のジュビリー・オブ・ミュージックでシャウトを披露した。1980年初頭はヒットチャートに登場する機会はやや減っていた。エルトン・ジョンのレーベルロケット・レコードからアイラブツーブギをリリースしたがプレスの好意的な批評にもかかわらず、 チャートの75位にも上がらなかった。しかし、翌1981年には、アイクッドネバーミスユーで全米チャートに返り咲く。翌年も、イフアイワーユーが中ヒットを記録。アルバムルル収録のフーエスフリンフーでグラミー賞にノミネートされた。1983年、自身の過去のヒット曲を再レコーディングし、そのうち、 シャウトのニューバージョンが1986年に UK トップ10ヒットとなりトップオブザポップスに出演した。1980年代前半はウェストエンドで上演されたアンドルー・ロイド・ウェバーのミュージカルソングダンスロイヤル・ナショナル・シアターのガイズドールズと意欲的に舞台に取り組んだがウェバーの公演では外科手術を受けなければならないほど喉を痛めたこともあった。 その他、ITV で復活した、テレビシリーズ、オーボーイ、の司会、ロンドンのキャピトルラジオステーションのパーソナリティ、カタログ通販のフリーマンズファッションに関わったりと、多忙な日々を過ごす。1984年のアルバム、シェイプ、アップダンスを最後に1980年代は、レコーディングを止め、ライブ、俳優業、テレビ出演等に軸足を移す。 1993年にはレコーディング活動を再開。シングル Independence ンンが UK チャートの11位まで上昇したほか、この年だけで5枚のシングルをリリースした。1994年には Take That と組み、Take That ーチャリングルル g l 名義でリリースしたシングルリラ l i g h t My Fire が UK チャート1位を獲得。ルルは Take That のツアーにも同行した。 またこの頃、BBC の人気コメディ番組、Absolutely Fabulous フ,フレンチサンダース等に出演。コメディエンヌとしても活躍する。1999年には、BBC1 で宝くじ番組、Red Alert の司会を務めたほか、シングル、Heart Me s o b a をリリースした。また、イギリスのシンガー、コバナとのデュエット曲、Heart Like the s n をレコーディングした。 2000年に OBE を除勲。2002年には自助伝、I don't want to fight を出版、またエルトン・ジョン、ポール・マッカートニーら豪華なアーティストとのデュエットを含むアルバムトゥャザーをリリースし、ゴールドディスクを獲得。2004年アルバムバックオントラックをリリースし、デビュー40周年記念 UK ツアーを行った。同年、 BBC ラジオにでの2時間特番のパーソナリティも、務めた。2005年、ソウルクラシックを取り上げたアルバム、アリトルソウル・イン・ユア・ハートをリリースし、UK チャートの28位を記録。2006年6月下旬から7月前半にかけては、テイク・ザットのツアーに同行し、リライト・マイ・ファイアを披露した。2008年11月には、ホームカミング・スコットランドキャンペーンに、 スコットランド人セレブリティの一人として参加。スコットランドの遺産を保有する世界中の人々にスコットランドへの返還を奨励した。また自身のウェブサイトでバラク・オバマのアメリカ大統領就任を祝福するメッセージを掲載した。2009年1月には BBC の番組ユーロビジアンユアカントリーニーズ・ユーに2009年度ユーロビジョンソング コンテスト出場者のアドバイザー、コーチ役として登場。同年9月にロンドンのハイドパークで行われたアバトリビューとコンサートに出演した後、チャカカーン、アナスタシアと組んだヒアカムガールズと題したイギリスツアーの結構を発表する。3人は2009年11月に20カ所を回り、2010年にはカーンに変えてヘザースモールが参加して、 ツアーを行うことが発表された。1979年と1983年のイギリス総選挙ではマーガレット・ザッチャー率いる保守党を支持した。年齢を重ねても若々しいキャラクターを利用してルルズと銘打ったアンチエイジング化粧品をイギリスのショッピングチャンネル QVC を通じて販売している。ありがとうございます。